ルが令和を生きる孤独でタフな彼女たちっていうタイトルで、メディアとか SNS でキラキラ輝いてるように見えるけど、やっぱり裏ですごいなんか孤独であったり、めちゃくちゃいろんなものを戦ってたりとかしつつも、毎日々楽しそうにやってるとか、仲間たちとか大人たちに助けられてやってるっていう、結構等身大な彼女たちを撮影できたなと思ったんで、そこを自分なりの写真というか、女性を撮るのが得意なので、そうなんか自分らしく撮りたいなと思って、そのタイトルをつけましたね。結構芯の強い子たちで、なんかこの子たちの話だけするとやっぱなんか強そうみたいなイメージとか結構言う人もいるんですけど、そこをこんな感じでなんか自分なりに写真で伝えられたらいいなと思ってたので、なんか三浦さんらしいっていう風に言ってくれるのはすごいなんか嬉しいなって思いますね。はい、ですね、結構みんなバラバラなんですけど、なんかもともと気になってたと感じはあって、そのなんかやりたいことを、まあ、その会社に勤めてたりフリーでやってたり会社立ててやってる人もいるんですけど、まあ、やりたいことをやるってなんか、まあ、好きなことやって楽しくみたいな自分のやりたいことっていう印象だけど、彼女たちの場合はそこから社会につながってるというか、でそこで成功してるというか、その自分羽ばたいてるなっていうところがあって、そこはちょっと令和の時代らしいなというか、なんかこれからの働き方というか生き方みたいなところがあるなって思ったので、そういう子たちをちょっと選んで撮りたいなっていうのがありましたね。常に気をつけてたのは何ですかね、でもあんまり自然体な姿を撮ろうと思っていたので、あんまり気をつけるというよりいつも通り自分らしくみたいな感じで、なんでさっき紹介した機材とかもいつも通りの機材でっていう感じで撮影したの で撮影場所とか方法とかも基本はいつものポートレート撮るときと変わらずだったんで、逆になんか逆にいつも通りっていうのを意識して撮影しましたね、あとフィルムだったんで36枚撮り1本でやろうっていうのを決めてたんで、それでいいものを撮ろうっていう意識はありましたね。はい、フィルムにしたっていうのはどういうことですか？なんか私あまりたくさん撮るのが苦手で、普段の撮影も結構少ないって言われるんですけど、そのなんか100枚200枚撮っちゃうと逆にセレクトするのがちょっと苦手で、それよりはその時その時撮ったものでこの1枚みたいになる方が自分私的にもなんかちょっと精神的に楽というかっていうのもあって、で撮る時も、まあ、なんか一枚一枚を真剣に考えて撮るというかの方が、なんか性格的にも自分らしいなって思ってたんで、っていうのもあってだったらフィルムで撮った方が制限があっていいかなと思って、撮りましたね。はい、すいません、貴重な話を。はい、ありがとう。こちらこそありがとうございます。